はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとね、横浜にある、ワンピース店、はい、そちらの方にね行ってきたので、そちらのね、今日一日の、流れというのをね、ご紹介したいと思います。まずね、本当にざっとですが、自分が本当に、今日行った軌跡をたどりながらね、はい、ご紹介していきたいと思います。まずね、セブンイレブン寄ったんですよね。ちょっと喉が渇いたんで、はい、そこで一番口引いたんですよ。はい、ワンピースとは全く関係ありません。はい、キングダムハーツ、はい、キングダムハーツの一番くじが開催されてたんですよね。もうとっくの塔に開催されてたんですが、まだ残ってたんですよね、そこのセブンイレブンは。もう結構上位賞はなくて、でも A 賞はあったのか。で、もう残りどんだけだろう、30枚もないか、そんぐらいだったんですけど、1回だけ引きました。はい、で出たのがこちら、はい、F 賞リングノート。はい、一応ね、全7種なんですが、柄はね、4種類ぐらいしかなかったかな。で、これがね、もう残り1種類だったんですよ。で、自分が選んだ中でもこれが一番いいなと思ったんで、これにしました。ちょうどね、キングダムハーツ3の、スタート場面ですね、ニューゲーム、ロードゲームっていうね、はい、これが一番いいなと思ったんでね、残り1種類だったんですが、これにしました。はい、リングノートなんでね、結構使い道はあることはあるんですけどね、おそらく使わないでしょう。はい、これは全く、ワンピースとか関係ないんですけど、はい、で、やっと横浜着きまして、時間もちょうど、予約制なんですよね。コロナ対策とかそういうのもあるんでね、予約制で1時からの会場入りだったんですけれども、はい、そこでね、まず、行って、手渡されたのがこちらのね、バスターコールワンピース店。はい、こちらのね、紙っつうのかな、一覧ですね。はい、こちらを手渡されました。はい、それと一緒に、こちらのステッカーですね。はい、こちらももらいました。はい、11月20日から12月27日まで約1ヶ月と1週間、はい、やってるので、もしよかったらね、近場で行きやすい人はね、ぜひ行ってみてください。はい、で、これのね、中身はざっとフロア案内ですね。はい、どこの場所にどの人のアーティストが展示してあるかっていうのの一覧ですね。はい、こんな感じで、一応ね、なんかシアタールームみたいなのもあったんですよ。はい、でこれはね、入場は、完全無料ですね。はい、完全無料ですが予約制です。はい、日にちによっては、もう完売してるのもあります。完売っていうのかな、売ってはないんだけどね。はい、で、まずね、一番最初に入り口ですね。入り口に、ドカンとね、このでっかい電電虫が、はい、あったんですよ。これめっちゃでかかったですね。はい、一応ね、ざっとですが、一周というか、風景ですね、どんな感じかっていうの、本当なんか、結構フロア的には広々とした感じで、やたらとなんか隙間があるなっていう感じの会場でしたね。というのもね、アーティストなんで、絵とかね、そういうのを飾ってあるんで、
だからあんまそういう物々しいのは置いてないのかもしれないですけれどもね。はい。で、まあこういうね壁とかにアーティストの、まあ、写真とかが貼ってあるんですけれどもね。はい。で、そのね、ちょっと曲がり角曲がると、こうやってね、フィギュアとかそのアーティストの、なんかね創作物っていうんですかね、はい、そちらがねざーっと並んでるんですよ、はい、いやさすがなんかアーティストって感じのなんかねほんと個性的なキャラクターのグッズばっかでしたね。なんか中にはね、本当、もう発売されているフィギュアのもう完全に、改造しちゃってるようなやつのもありましたね。はい。まあ、こうさーっと見てもね、本当ね、いやもう本当ザ・アーティストみたいな、うん、そんな感じですね。はい。その中でね、この神々しいエネル。このなんか仏像みたいな感じの、銅像かなんかなのかな、銅でできてるのかわかんないけど、これめっちゃかっこいいなと思ってね、すごい迫力でしたね、うん、でかいし。でね、次がこれがすごい、はい、ルフィ太郎ですね。そちらのフィギュア、こちらね台座含めて結構でかかったですね。50センチ、どんぐらいだろう、50センチか60センチ、60センチはないかな。うん。そんぐらい結構大きいんですけれども、これはね、もう、ワンピースとかの造形師でおなじみのね、山下さんっていうね、方の、作品です。はい。これはもうね、普通にめちゃくちゃかっこよかったですね。うん、出来が半端ない。でこれがね白黒パターンもあるっていうね。いやこれはめちゃんこいいね。さすがって感じ。まあ何回もねワンピースとかの造形してるんでね、もう慣れっこでしょうね。うん、いやこれはかっこよかった。はい。で続いて、はい、ゲロってるルフィこれでかかったんですよね。かなりの大きさがありました。便器が多分等身大ぐらいだと思ってください。はい。そうするとかなり大きいですよね。いやこのルフィがねもうめちゃくちゃアートなのかねこれはね。はい、一周回ってこれがアートなんでしょうね。はい。で、まあ、あとはこういうね、チョッパーの変わったものとか、あとはなんかね、ほんと個性的なものばっかり。で、こちらのね、小悪魔のナミさんと小悪魔のハンコックっていうやつがあるんですけれども、これがまたね、カラーリングバリエーションがかなりあったんですけれども、その、ちょうど真ん中の波がね、こちらが、今プレミアムバンダイとかで普通に、予約受付中です。はい、普通に買えます。それ以外はね、これはただ展示用ですね。他のカラーリングは、はい、現物見ましたがめちゃくちゃ良かったですね、うん、思わず私ポチっちゃいました。はい、プレミアムバンダイで、なので、これもね購入したんで届き次第ご紹介という形になると思います。はい、ハンコックは今のところまだ予定はないですね、うん、でこれがねシアタールームにあった、一つの展示物です。これめちゃくちゃすごかったですね。でけえし細かい、本当に造形がめちゃくちゃ細かい。これで背景がスクリーン、大型のスクリーンになってて海が流れてるんですけれども、でねこのオブジェの下がゴールドロジャーになってるんですよ。すごくないですかこの造形、半端ないよこれ。
これはぶったまげですね。すげえ対策。何年ぐらいかけて作ったんだろうって感じ。でね、その背景のスクリーンにいろいろとなんかこう流れるんですよね、ムービーが。その中のこの一瞬ゾロが出てきたんで撮りましたけど、かっこよくないですかこれ。まあ実際にね、このゾロもこの、展示物に飾られて出るゾロの、ワンシーンのカットですね。でこれが麦わらの一味と、はい、いやすっごいよ。で次がロー、まあ、うん、最悪の世代ですね、はい、ロゴが真ん中かっこいいよね、この構図も。で、4校、ビッグマムに、シャンクスで、黒ひげで、今戦ってますね、カイドウ。最後の方でシャンクスのこのカットが入るんですね。めちゃくちゃかっこいい。うん。で、実際ね、こちらね、なんと抽選販売っていうのがあるんですよ。現地行って現物が飾られてるのを見れるんですが、一応ネットだと見れないのかな、今。そこよくまた調べてないんでわからないんですが、一応あの便器には顔を突っ込んでるルフィ、はい、こちらもね実は抽選販売で買えますって言ってもあの大きさじゃないです。めちゃくちゃちっちゃいです。二十何センチだったかな、全高がもうほんと30センチ未満ですね。もうそんぐらいちっちゃいんですけど、価格見てびっくり、66万ですよ。いやー、多分アーティスト価格が入ってるんだろうねこれね。普通のフィギュアだったら3000円ぐらいじゃないかなっていうくらいの、ですね。あんまひどいこと言えないけど。で実はその山下ルフィ、あれも買えるんですよ、抽選販売で。めちゃくちゃ欲しいと思ってね。いや、これ、絶対これ買いてと思ってね、応募しようかと思ったんですけどね、価格見てびっくり。165万。うわ、高え。すんげえ高え。で、しかもこれ1体の値段ですからね。はい。で、もう一つのね、白黒の方もね、同じお値段。165万でした、はい、なのでね、モノクロ、まあ、もし当たったとしてもモノクロよりカラーの方がいいよね、うん、モノクロとカラーが同じ値段っていうのはね、うん、そこはどうなんだろうと思うけど、うん、で、あのエネルの銅像、あれも買えるんですね。これめちゃくちゃでかいんですけど、こちらね、デカさも相まってお値段最高です。220万びっくり、なんじゃこりゃって、ね、いやすんげえだけで、あのね、小悪魔並み、はい、あちらもね抽選販売のやつがあります。一般販売とは別ですね、こちらはもうあの台座に、サインかな、サインなのかわかんないけど、なんか書かれてるんですよね、はい、特別版です、こちらも、驚きの55万円ちょっと待ってよっていう話ですよね。いや抽選販売でもこんなん手出せるやついんのかよっていうね、もうほんとびっくりですよ。でまああのね、その抽選販売のやつを、まあ一つずつ紹介するとね、まあ普通に、まあネックレスとかですね、こちらのね、まあ当選者が1名ずつっていう感じで、一つが9万7900円。いや、これまたすごい値段。
まあ、アーティスト作品っていうのを考えると妥当なのかなとも思えるけど、普通に手出せないよね。うん、まあ、この波をデザインしてるのかもしれないね、これはね。うん、で、エネルは、普通に当選者が1名です。まあ、普通応募する人今いるのか。うん、まあ、相当なファンで金持ってる人でしょうね。まあ、競争率はそこまで激しくないと思うけどね。まあ、でも1名なんでそうそう買えるもんじゃないですね。普通にね、お金持ってる人だったらが10人いたらもう10分の1の当選確率ですから、当たる確率は低くなりますよね。うん、まあ多分そんぐらいはいるでしょう、こんな値段でも。はい、でナミもね、まあ、背景もつけてサインもついて55万1名だです、1名様ですね。うん、これもそんな大きくないんですよね。20センチ、20センチ15センチ、うん、ちっちゃいですねこれはね。うん、で、便器に顔を突っ込んでるルフィも、1名様と。はい、で、ワンピースの、ルフィのリング、ルフィを、これイメージした、骸骨のリングですかね。うん、若干髪の毛がルフィと一緒っていうか同じですね。でこれが、ブルーが2名でレッドが3名なんで、色によって当選者数が違うのかよく分かりませんけれどね。はい、で、続きまして、スニーカーですね。こちら、当選者が5名で、3万3000円なんですよ。あれ、これならいけんじゃねえと思って、あ、スニーカーで3万3000円だったらいいなと思って応募しようと思って実物見たんですけど、フィギュアですね。しかもミニチュアです。いや、1個が5センチぐらいですね、大きさ。それが3つで3万3000円。いや、無理無理無理と思います。はい、で次がゴールデンデンデン虫。はい、これは多分ゴールデンって言ってるけど多分木製かな。うん、木製っぽいんだけどね。それが、1万1000円で、ね、まあ、周り、他のと比べたらすんげえお手頃なんですけれどね。これが30名と。はい。まあ、30名でもね、30体しかないからね、相当な当選確率になると思いますけれども。で、続いてが、あの、アラバスタ編でね、みんながバッテン印をつけた、あの腕、3色の腕、これが27万5千円。当選者1名。いや、これは分かる人しか分かんないだろうっていうね。うん、ワンピース本当最初から見てる人じゃないとこれただの、まあ、有名なアーティストの作品なんだろうなぐらいしか思わないでしょうね。で続いても、これもよく分からないんですけど、ワンピースバスターコール温故知新っていう作品なんですけど、これはパーマンのコピーロボットかな。これ何をイメージしているのかわからないんですけど、ワンピースと関係があるのかなって思いますけど、よく見ると胸にバッテン印の傷があるんですよね。だからルフィなんですよね。まあ、目にもちょっと若干こうね、傷があるんで。だこれが5万5000円で、当選者30名。で続きまして、同じ温故知新のやつなんですけれども、こちらはモリーっていう方なんですかね、アーティストの方が作った、これが165万。はい、当選者1名。これはね、でかかったです。はい、これどんぐらいだろう、120センチぐらいあったのかな。うん、普通に小学校4年生ぐらいの大きさはありましたかね。うん、3、4年生ぐらいの大きさ。で、このね、うん、ルフィ。こちらはすんげえかっこよくていうよね。めっちゃ欲しかったんだけどね。165万の1名様と。はい。で、白黒も一緒ですね。1名と。
いや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 、あと、そら無理だわ。はい、ということでね、で、まあ、もちろんね、グッズ販売もあります。はい、そちらの一覧はこちらです。はい、まあ、一個一個見ていくと、MA1、まあ、83,600円、高いですよね。で、これスカーフなんですけど、19,800円もするんですよ。あの、ひらひらのスカーフです。はい。で、普通にトートバッグが一番安くて4,950円。はい。これはそれぞれ6、7で絵柄が違います。2つで4,950円じゃありません。でもバギーが前面に押し出された、これトレーナーなのかな、が19,800円で、バスターゴールの T シャツが7,150円、はい、で、こちらが T シャツで、カリファーがプリントされているやつで7,150円で、フランキーが印刷されたやつが7,150円で、銀が、印刷されたやつが7,150円で、アーロンがデザインされたのも7,150円、 SD、 まあ、ディフォルメですかね、はい、7,150円で、カエサル8,800円、で、これは黒ひげですね、ティーチ19,800円、長袖ですね。で、フーディアドミラルか、って読むのかな、19,800円で、ソックス、あ、これが一番安いのか、2,970円、はい、で、これも、ロンティーですね、ニューエラーとのコラボですね。まあ、前回、あ、つか、前にもね、ニューエラーの、ゾロの、T シャツ紹介してますけれども、よくコラボしますね。8,800円。で、サルベーションって書いてある。カタカナでサルベーションって書いてある。7,150円。で、グランドライン、7,150円。で、ロギア。多分ロギアの身の能力者たちが書かれたのが7,150円。で、これフーディ、これも9,900円。はい、で、落合の描いた頂上決戦っていうのは7,150円。はい、っていう感じですね。はい、これはね、はっきり言ってプレミアムバンダイで普通に買えます。はい、受注できますね。今予約できます。なので展示会限定ではないですかね、これは。はい。で、裏面は記入シートになってますね。はい。自分はここ、これはね、このグッズでは買えませんでした。一個も。一個も買えませんでしたが、なんとね、自分全然予想はしてなかったんですが、オリジナル T シャツが作れるんですよね。うん。まあ、T シャツといっても無地の T シャツにワッペンを貼れるっていうね。いうのがあって、まあ自分ちょっと選んだんですけれども、T シャツが3,500円です。無地の T シャツ。ただバスターゴールっていうね、あのロゴが入った、ネームタグがついているだけのやつ、無地。はい。そちらが3,500円。そこからワッペンがね、何種類かあって、一つが1,000円なんですね。はい。で、貼る場所が決められてて、全部で何10種類ぐらい貼れるのかな、うん、数えてはないんですけどね。だから普通にそしたら1万円は超えるわけですよ、全部貼ったら。
まあ、でもね一部分でいいやと思って、うん、とりあえず日刊賞だけワッペンをつけたんですよ。で5500円で買いました、はい、でその場でね作ってくれるんですよ、はい、で作ったのがこちら。はい、わかりますかね、バスターコールの、ワッペンにゾロのバスターコール、シシソンソンの時のね、アラバスタ編のシシソンソンのゾロのワッペン、これだけをつけました。これはバックプリントですね、背面につけました。もちろんね、フロント側にもつけることはできたんですが、自分はあえてね後ろのみにしました、まあ、こんな感じの T シャツになってなりましたけれども、はい、で前はね普通にこうやってバスターコールっていうのでサイズは L サイズを変えました、はい、まあ、本当に無地ですね、はい、で本当はねフロントだったらここに1個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 で確かここに1個ここに1個ってつけれるんですよ。だ前面だけで 2,4,6 箇所つけれるのかな、うん、でもねそこまでのそこまでしてっていう感じはあったんでね、はい、とりあえず普通に気はしないんでね、あの普通に飾る用で買ったんでここの一部分だけ見えればいいなっていうのでこれにしました。はいはい、という感じでね、バスターゴールワンピース展、はい、こちらは、会場を後にしました、はい、で、そのまんまね、ちょっと横浜駅の方に行きまして、まあ、ヨドバシ寄ったんですが、まあ、ヨドバシでね、1個だけ購入したんですよ、1個だけ。それがね、またワンピースと全く関係ないんですけれども、はい、こちら。SD ガンダムアクリルキーホルダー。全く関係ねえ。関係ねえけど300円で安かったんですよ。これ確かね、800円か900円ぐらいするんですよ、1個。だから、すごい、3分の1ぐらいになってるんですよ、値段が。安いと思ってね。1個しかなかったんで、買っちゃいました。まあ、一応今開けます、はい、出てほしいのはガンダムか武者ガンダムか、ガンダム大将軍かナイトガンダム、この4種類のどれかが出てほしい。それ以外は厳しいな、はい、まあ、結構厳重にテープ貼られてますね、さすがヨドバシ。はい、ではいきます。結構これねアクリルキーホルダーだよ、でも大きいんですよね、はい、よし行きます。ちょっと待って、チェーンがキーホルダーだからチェーンがね引っかかってるんですよ。よし、チェーンをとりあえず出します。はい、行きます、せーの。あ、もう武者ガンダムか、リアクションに困るな。いや、武者ガンダム欲しいとか、武者ガンダム4つのうちの1つだけれど欲しいうちのね、うん、できればガンダムかナイトガンダムが良かった。はい、武者ガンダム、うん、まあまあいいんじゃないですか。はい、安かったんでね、はい、で、続いてねそのまんま横浜のララポート行きましてね、まあ、ララポートの近くで、ルフィの一番くじやってるゲーセンがあるんですよ。はい、今日からかな。はい、あの5000円くじのね、SMSP のルフィ太郎。はい、あれ予約してないんで、できるかなと思って行ったんですけど、案の定ね、当日分は販売終了ということで、はい、買えませんでした。買えないというかやれませんでした。はい、なので、そのまますぐ近くのララポートに行きまして、まあ、とりあえずね、まあ文教堂ホビー寄りまして、そしたらねこういう冊子が無料で置かれてたんで、そしたらね
こうガンダムのステッカー入りだったんですよね。それをもらってきました。はい、まあ、それだけのこと。はい、で、そのまま、本屋さん行きまして、その中に入ってるねララポートの、はい、こちら買いました。コロコロ兄貴、これ何がいいってね、このシュウォッチ、これ昔懐かしいんですけど、今の子は知らないと思うんですけど、こう高橋めじめたり連射できるんですよ。これ1秒間何回連射できるかって測れるんですよね。それの復刻版ですね。それが応募者全員有料サービス、まあ2000円払って買うって感じなんですけれども、絶対買えるんですよ。これが目的と、あとビックリマンシール、うん、これ目的で買いました。はい、であとはね、はい、こちら、はい、都市伝説大百科これあの、まあ、自動コーナーにあったんですけれども、これなんで買ったかって言ったらね、私一応小説の方を書いてまして、そちらのね、ちょっと題材にしてるのが都市伝説なんで、ちょっと資料用として買いました。はい、まあ、世界の都市伝説は、日本の都市伝説のやつは持ってるんですよ。世界の都市伝説大百科が欲しくって買っちゃいました。はい、自動コーナー行って探しましたよ。はい、これはね、本当資料用として、はい、買いました。で、ついでにね、そこで、こちら、鬼滅の刃の下敷きコレクション、はい、こちらがあったんでね、買いました。はい、これは全6種でブラインドなんでね、まあ、私の推しの、義勇富岡さん、これか禰豆子か、この全員集合かな、うん、この3つのうちどれかが出てくれればいい。よし、開封しよう。はい、一応カットしました。これか、よし、行くぜ。頼む、富岡さん来てくれ。せーの、頑張れ俺。うわ、炭治郎だった。炭治郎でした。でかいな、意外にでかいですね。まあ下敷きだからでかいのか。はい、普通に炭治郎、裏はなんかこういう素材ですね。まあ見てわかると思いますけど、ザラザラした素材で、表がもうテッカテカの素材ですね。はい、炭治郎か、まあ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 主人公だからね。はい、という感じでね、もう今日一日の奇跡を、ちょっとたどってみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、皆さんもね、近場でしたらね、ぜひね、寄ってみてください。横浜に。はい。まあ、ただね、コロナが今ちょっと流行ってるんでね、皆さん気をつけてください。はい。そのため、と言ってはなんですが、私ね、一応念には念を入れて、マスクも購入しました。洗って使えるマスク、はい。こちらも購入しました。なので皆さんもね、ぜひ、コロナに気をつけて、お越しいただければなと思いますって言ってもね、私店員じゃないんですけどね。はい。はい。ということで、今回は以上で終わりたいな。ちなみに私、抽選の方なんですけど、抽選販売の方一応申し込んだんですよ。何を申し込んだかって言ったら、温子自身の、安いやつです。30名の5万5千だったっけ。はい。そちらの方に応募したんですよ。なんかフィギュア系が欲しいなと思ったんでね、それを選んだんです。はい、というとどうでもいい情報でね、終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。